えー、今日はね、ブラック問題研究所のセミナーにね、しれっと参加してみたんです。えー、全国ブラック調査の話をやるっていうんで、えー、試しにね、申し込んでみたんですよ。なんか、ズームで参加できるっていうから。そして、まあ、堂々とね、自分の本名で申し込んだんだけど、特に何も突っ込みもなくしに、一参加者として参加できたんで、参加してみたんですね。で、えっ、ー、と、皆さんね、あの、ブラック問題研究所知らない人のために説明しておきますと、元はね、これ、解放同盟 ブラック問題研究所って。それが、えー、まあ、京都でね、えー、解放同盟と共産党は打ち際やって、それで分裂したんですよね。今の人権連の系統と、あと、まあ、解放同盟って分裂したんだけども、えー、人権連の方側についたのがブラック問題研究所ですね。だから、えー、解放同盟にね、ブラック解放人権研究所ってあるでしょまあ、それの、まあ、人権連バージョンがブラック問題研究所っていうふうに、 考えていただければいいです。それで、まあ、今日はね、えー、っと、えっとね、龍谷大学の庭徹先生かなあともう一人、えー、っと、奥山峰夫先生、えー。二人の方がね、この全国ブラフ調査について話をしてたんですけども、まあ、ここでね、まあ、ちょっと僕はね、二つお話ししたいと思います。一つ目はね、僕実は、あの、一つだけ質問したんです。 というのもね、奥山先生がですね、えー、ブラック問題研究所が全国ブラック調査を持ってるぞっていう話をしたんですね。まあこれは別に秘密でも何でもないです。前に確かね、何かの本で書いてましたね。えー、それで、ブラック問題研究所が持ってるって っってていうのは僕は知ってたんで、すよでどういうものかっていうと、まあ、その、僕は公開した全国部落調査、あの原本ね、あのガリバ番釣りの、あれと同じものをまず一つ持ってて、あとは、それのね、あの、コピーしたやつ、コピーっていうかね、書き写したのがあって、それで、なんか面白いのが、あの、大阪市の動画対策部だったかな、そこがなんか、あの、なんか和文タイプライターで作ったバージョンもあるぞっていうことで、で、それが置いてあるっていうんですね。 で、僕はね、それについてね、いや、何らかの形で公開してないんですかっていうふうに聞いてみたらですね、まあ公開も何もそのブラック問題研究所にね、行ったら、一応ロッカーにはしまってあるんだけども、別に見たいって言えば、 言えば見れるよっていう話だった,んです、ね、ただ、なんか、なんか、事務方の人から、いや、一応、なんか、その、どういうふうに使うのかは、一応、なんか、承諾書を書かせるみたいな、なんか、そういう話をしてたんで、まあ、その、額面通りに、あの、捉えていいのかよくわかんないんだけども、まあ、とにかく、ブラック問題研究所は持ってるんですよね。で、僕は一つ提案したいのは、 ブラック問題研究所はもうそれをね、インターネットでバーって公開したらいいと思うんですよ。というかまあ全国ブラック調査に限らずね、もうあの、国立国会図書館も電子化してるんで、だったらブラック問題研究所もね、もう電子化してね、インターネット公開したらいいのかなっていうふうに思うんですよね。うん。あなんなら僕ね、技術面では協力してもいいぐらいですよ。で、 で、それで、このね、あの、セミナーだと、全国部落調査の公開についてはいろいろ是非があったんです。どっちかと,いうとね、 あの、奥山先生なんかは別にそんな、あの、どうでもいいじゃないかっていうような立場みたいですよ。別に公開してもいいんじゃないかっていうような考え方っぽかったですね。というのも、まあ、その、諸ニードは地区指定されてるようなところは、もう周囲には知られすぎてるんで、まあ言ってみれば、その、まあ今更公開したからって言って、その差別が広がるとかそういうこともないんじゃないかっていうことなんですよね。でね、ブラック問題研究所が、例えば全国部落調査公開してもね、 多分ね、訴えられないんじゃないかっていう気がするんですよね。あるいはね、多分ね、仮に解放同盟が訴えたとしても、僕とは違った対応になると思う。というか僕、高い確率でね、あの、訴えないと思う、解放同盟は。だって、ややこしいことになるもん。絶対ややこしいことになるもん。ブラック問題研究所ってやっぱり元々はね、その、解放同盟関係の人も入ってるわけだから、 ね。だからいろいろ、その裁判になると痛いこともばらされるし、多分ね、解放同盟はね、訴えないんじゃないかと思う。で、うっ仮に万が一ブ、ブラック問題研究所を解放同盟が訴えたとしても、多分僕とは相当ね、裁判所の対応変わると思いますよ。うん。ということで、僕はね、やったらいいんじゃないかと思いますよ。ブラック問題研究所がインターネットで全国ブラック調査公開。ぜひ僕はね、やってほしいと思うんですね。 で、あともう一つ、ちょっとお話ししたいのがですね、庭先生、龍谷大学の庭先生、えーえー、全国部落調査のね、交際の判決についていろいろ解説したんだけども、まあ一つ見落としてるのがですね、公正証書の件ですよ。結局この判決のベースになってるのが、あの一人一人ね、えー、これは部落出身、 この、この人の住所はブラグだとかそういうことをね、原告に対して認め出す公正証書があるわけですよ。まあそれはもう僕はあの、もう人別証と変わらないと思ってるし、なおかつその、ただ、ただただね、その本籍住所と称号するだけじゃなくてね、この人の奥さんがどうとか親戚がどうとかっていうところまであげつらってるわけですから、まあそんなもん身分制度でしかないでしょっていうところがね、まずその部分に着目してくださいっていうのは僕の考えと、あとね、 その、やっぱりね、その、どうして、どうして都道府県単位でね、ああいうなんかちょっとわけのわからない判決になったんだって、その点について、まあ庭先生よくわかんないみたいなことをおっしゃってましたけども、僕はその理由は知ってるんですよ。これは完全に裁判所の都合なんです。で、憲法がどうとかですね、まあ人格権がどうとか、あの、まあ差別されない権利がどうとか、あとはそのブラック問題の現状がどうとか、まあこれについてはね、僕はね、 あまり論じる意味はないと思ってるんですよ。後付けの理由だから。この、童話に関することっていうのは、とにかくもう結論ありきでね。こういうものは秘密にするんだ。タブーなんだっていう結論ありきで、それに裁判所が後付けしてるんですよ。だから、あの、判決書を読んでみ見ればわかるけども、いろんなところで論理が飛んでるし、あっちこっちでね、前言ったことこれどうなんだって矛盾してるでしょ、あれ。あっちこっちで矛盾してるし。で、都道府県単位でっていうのも、 これもその、あの、庭先生分かんないと思うけど、それは分からないっていうのは裁判所もか裁判所も、それはいい加減に判決書いたって分かってると思いますよ。その論理的に成り立ってないっていうのが。で、なんで都道府県に単位になったのかっていうと、そうせざるを得ないからなんですね。あの、全国部落調査は一律禁止だっていうふうになった場合に、 じゃあ、その、原告との関係はどうなんだっていうことになっちゃうわけですよ。その、もうね、かれこれ6年7年、こうやって裁判やって、で、公正証書を作らせてね、一人一人この人の本籍がどうだの、住所がどうだのっていうことをね、やった意味がなくなっちゃうでしょ。もうとにかく、うを言わさず、全国部落調査は全面非公開なんだっていうふうにやっちゃうと、じゃあ、あの、いちいちね、原告の、原、 国のど住所がブラックにあるかどうかど,どうかって調べたあの7年間の審理は何だ,何だったんだっていうことになっちゃうからそれについて裁判所の責任を認めたくないからああやって都道府県単位にしたっていうことだと思います僕は。かといってまあもちろんねこのブラックについてのタブーありきだからじゃあ全面公開っていうことにもね絶対裁判所はしたくないわけですよ。そうするとああやって都道府県単位のああいうね おかしな判決を出さないと、裁判所の保険に関わるからなんですよ。そんだけの話。で、あの、公正証書を作ったものも、元裁判官で、で、元法務局の人権擁護局長、で、あとは、その、まあ、法務省のね、幹部クラスの人、二人関わってるんだから、それはメンツがかかってるんだから。うん。だからそういうことです。だからそれだけの話です。だから、その、その、それ以外の、あれこれ、 言ってることっていうのは後付けの理由であって、それをあれこれ論じることは僕は意味はないと思ってるんですね。ブラック問題研究所がやるべきことっていうのは全国ブラック調査をインターネットで公開するっていうことですよ。ブラック問題研究所自体が。まあ、あるいは人権例がやってもいいですよ。まあ、参加された方でね、さすがにそのインターネットで公開するのはどうのかとかどうかとかね、インターネットであれ,あれこれね。 公開するのは良くないじゃないとかとか言ってるけども、僕はそれは職業差別だと思ってるから、それは。発揮言って。それは職業差別だよ。あの、その、お、 江戸時代にね、家事屋さんなんかが差別されてたっていうのは、まあね、火を使って分けの、ね、普通の人にはできないことをやってるからっていうことでなんか気持ち悪がられたんですよ。だから、インターネットってま,まさにそうですよ。あの、特に年いってる人にとっては、インターネットっていうものはなんかわけのわからない技術っていうことになってるから、まあ、いや、ある種職業差別なんですよ。実際ね、ブラック問題研究所でその紙ペースでは、 まあ見れるわけじゃないですか。見れるってことになってるわけじゃないですか。じゃあそれがインターネットで公開されるとなんか悪いんですかじゃあその理由は何ですかって言ったら、そのインターネットっていうのがなんか気持ち悪い。インターネットに関わる人たちはなんかおかしなことをしてる。なんか気持ち悪いっていう、そういうね、僕は職業差別だと僕は思ってるから。だから、 もし、インターネットで公開するのがダメだって言うんだったら、それは、あの、ブラグ問題研究所も、その紙ベースでも見せないっていう風にならないと、僕はそれは理屈として成り立たないと思います。どうですかね。うん。というのが僕の考えです。僕、別にふざけて言ってるわけじゃないですよ。僕は本当にあの、あの、この情報関係については、この特にこの裁判所とか司法関係者からは職業差別されてると僕は思ってるから。 その、紙はいいけどネットはダメっていう僕理屈をね、何度裁判所で見たことかっていうことがありますから。ということでね、まあそのあたり僕の考え、まああんまりね僕はあのじ、人権連とかね、ブラック問題研究所に対してはあれこれ、あの、わ、今まではあんまり言わなかったんだけども、ちょっと今回のことでね、気になることがあったんで、まあ、あの、この機会にちょっとね、はっきり意見を述べさせていただきました。